アルゴ、ちょっといいか。キーボー、それにリーファか。何か面白いネタでも掴んだのか。定位置から動かず攻撃もしてこない邪神級モンスターがいるのは知ってるかな。ああ、そいつか。詳しい情報は俺っちもまだ集めてる途中なんだ。今分かってる情報だけでも売ってほしいんだけど。まだちゃんと裏が取れてないから売る気はないぞ。情報屋としての信用が下がるのはごめんだからな。でもどうしても邪神を助けてあげたいんです。裏が取れてないなら私たちがその情報の真偽を確かめます。しょうがないな。この情報はタダでくれてやるよ。え、いいんですか。その代わりキーボーたちが攻略したらそのイベントの情報を売ってくれ。ああ、分かった。邪神の近くにあった石板は確認したか。太陽と月が奪われたからここに持ってこいってやつだろ。それだ。このイベントでは太陽と月両方を集めなければならないんだ。そしてこのスバルト・アールブヘイムのレアアイテムに太陽の石、月の石と呼ばれるものがあるんだ。それらの石がある場所は。正確な位置までは分かってないが、どちらもここにある洞窟の中だよ。それだけ分かれば十分だ。ありがとうな、アルゴ。どういたしまして。念を押すようだが、攻略が終わったらこのイベントの情報を売ってくれよ。もちろんだよ。よし、早速石を探しに行こう。頑張ろう。ここに太陽の石と月の石があるんだよね。ああ、ここからは情報がないから注意して進むぞ。他のやつより強そうだな。あ、見てお兄ちゃん、モンスターの後ろにオレンジ色の石があるよ。となるとおそらくあれが太陽の石だな。こいつを倒さないとゲットできないってことか。そうだね、行くよお兄ちゃん。ああ、綺麗かよくわかる。リアルではこんな石見たことないぞ。私もだよ。これは高く売れそうだな。イベントアイテムだから売れないのが残念だ。もうお兄ちゃんってばまたそういう夢のないこと言って。お兄ちゃん、顔が近いよ。ごめん、気づかなかった。もうきっと年頃の女の子はこういうの気にするんだろうな。迂闊だった。気
兼ねなく接するのも問題だな。すぐに嫌われてないか心配だ。お兄ちゃん、何ぼーっとしてるの？太陽の石、もう私のアイテムストレージに入れちゃったよ。ああ、サンキューな。それじゃあ、月の石を探すか。そろそろ行こっか。これで月の石もゲットだな。今度は青い石だ。太陽の石も綺麗だったけど、こっちもすごく素敵だな。そっか。お兄ちゃん、なんでそんな遠くにいるの？前回の失敗を生かして。前回の？ああ、太陽の石をゲットした時のこと？なあ、妹だからってあんまり気を使わないのも考えものだなと思ったんだよ。だからもう少し女の子として接した方がいいのかと思ってさ。そんなこと考えてたんだ。すぐ。もっと近づかないとちゃんと石が見えないでしょ。だからってそんなに顔を寄せなくったって。お兄ちゃんとくっつくの嫌じゃないよ。え？さっきはいきなり至近距離にいたからびっくりしただけだもん。なんだ、よかった。でも嬉しいな、お兄ちゃんが女の子として接してくれようとしたなんて。結局どっちの方がいいんだ？どうしよっかな。そんなに迷うものなのか。というか、いつまでくっついてていいのか。じゃあ、どっちも。まったく、すぐは欲張りだな。ダメかな。できるかどうかはわからないけど、努力してみるよ。お兄ちゃん、ありがとう。あ、さて、月の石もゲットしたし、一旦町へ戻るか。
準備を整えてから邪神がいる場所へ行こう。そうだね、できるだけ早く行ってあげよう。お兄ちゃん、早く苦しんでる邪神のところに行こう。ああ、そうだな。この石板に太陽の石と月の石をはめれば何かが起こるはずだ。なんか緊張してきちゃった。俺がはめようか？いい、自分でやる。それじゃあ石をはめるよ。えい！石板が光り出したな。これから何が起こるんだろう。あ、邪神も光ってるよ。本当だ、光がどんどん強く。消えた？お兄ちゃん、あれ！邪神が女神に変わった？え？どういうこと？元は女神だったの？妖精たちよ、ありがとう。私はアース神族の女神、エイル。私を邪神の呪いから救ってくれて感謝します。あのまま呪いが続けば徐々に精神が蝕まれ本物の邪神になっていました。太陽と月、その二つの光をあなた方が取り戻してくれたおかげで呪いから解き放たれたのです。本当にありがとう。呪いが解けてよかったです。お二人ともう少しお話をしたいところですが、私は主神オーディの妻、フリックに仕える身。これから彼女の住む宮殿に戻らなければなりません。あなたは？俺？フリック様のご子息である、今は亡きバルドル様とウリ二つではないですか。え？フリック様はバルドル様を失いひどく落ち込まれています。あなたを宮殿にお連れすればフリック様は大層お喜びになるでしょう。早速宮殿へ向かいましょう。ご案内いたします。え、俺だけなのか？ええ、きっとフリーク様はあなたをお求めになるでしょう。さあ、こちらへ。ちょっと待ってよ、お兄ちゃん一人を連れて行く気？私はこの方をフリーク様のもとへお連れしなければなりません。バルドル様に代わりフリーク様を癒すことができるのはこの方だけですから。それはダメ。すぐ。お兄ちゃんは渡さない。お兄ちゃんはバルドルの代わりじゃない、私のお兄ちゃんなんだもん。すぐ、エイルは NPC だからそんなこと言ってもわからないと思うぞ。それはそうだけど、お兄ちゃんを一人で行かせるなんてやっぱり嫌なの。そうですか、それでは仕方がありません。